日本財団が推進する海と日本プロジェクト。国内の海に関するさまざまな情報をお伝えしています。多くの野鳥や水辺の生物が暮らす生き物の宝庫、三番瀬。東京湾の最奥部に位置するここは、浦安、市川、船橋、習志野の4市の東京湾沿いに広がるおよそ1800ヘクタールの干潟、浅瀬です。江戸時代初期には御菜の浦として新鮮な魚介類を将軍家に納める役割も果たしていました。そんな東京湾三番瀬での水揚げもここ30年で大きな変化が起きています。私が行った頃はカレイが主力でしたね。カレイを取る量が。でもそれがだんだんカレイが商売にならないっていうか、カレイじゃなかなか生活できなくなって。以前は水揚げ高の多くを占めていたカレイやアサリですが、年々減少。安定した水揚げができなくなってきています。その一つの要因として考えられるのが青潮です。酸素量の少ない青潮は時には海の生き物の大量死につながります。まあ、長く続けば当然酸素がないんで、青潮っていうのは当然貝もまあ死にますよね。こう何日かすると浮いて死んでますよね、魚自体。そういうのを見た時あります。船橋市漁業協同組合を含む周辺地域の漁協は、千葉県や船橋市との連携で水流発生装置を試験的に設置するなど対策を練っていますが、なかなか抜本的な解決にはつながっていません。そんな中で現在取り組んでいるのが、アサリやカレイの代わりに水揚げ高が増えているホンビノス貝やスズキを千葉ブランド水産物として売り出していることです。特にホンビノス貝はいわゆる外来種になりますが、酸素が少ない海でも生きていける強い貝なのです。ホンビノス貝は、アサリなどに比べると酸素が少ない海に強い貝でもあります。ですのでアサリがなかなか生きていくのが難しいような酸素が少ない海でも、ホンビノス貝であれば十分に生きていくことができる。本来だったらアサリが生きていたらアサリが食べていたような栄養もホンビノス貝が吸収することができるという意味で、ホンビノス貝が暮らしやすくなっているのではないかなと思います。年々水揚げ量が増えるホンビノス貝。今年船橋漁港を会場にホンビノス貝を食するイベント、クラムチャウダー選手権が初開催されました。市内の飲食店がオリジナルのメニューを展開し盛り上がりを見せると同時に、三番瀬の環境を知ってもらう機会となりました。また2017年に開館した船橋三番瀬環境学習館では、貴重な干潟三番瀬の生き物や環境について分かりやすく伝えています。まだ三番瀬を知らない人、三番瀬ってどういう場所なんだろう、そういう人たちに三番瀬を知っていただいて三番瀬を楽しんでいただくというのが我々の仕事だと思っています。青潮など海に関わるさまざまな環境問題は一朝一夕では改善されませんが、ホンビノス貝にスポットを当てたイベントを行ったり、学べる施設を整備したりと、今の三番瀬と東京湾の環境を知ってもらえるよう呼びかけています。海と日本。